冬のなぎさ駅夏のなぎさ駅ホームから古戦橋を望む、なぎさ駅は、岐阜県高山市区具野町なぎさにある、東海旅客鉄道高山本線の駅である。鉱山発の始発列車及び高山行きの最終列車は共に普通列車でありながら、速達列車のため、当駅を通過する。相対式ホーム2面2線を有する地上駅である。南側のホームは、 上り列車が停車する一番線、北側のホームは下り列車が停車する二番線となっている。一番線は下り列車の発着も可能な構造になっており、実際に令和2年7月豪雨の影響により、当駅折り返し運転が行われた。一番線側に簡易駅舎が存在する。ホームの生誕に二つのホームを結ぶ古線橋が設置されている。トイレは設置されていない。 高山駅管理の無人駅である。2019年度の1日平均乗車人員は3人である。名称の由来となった、なぎさ集落は当駅より西方に500メートルほど進んだところにある。当駅前には約10軒の建物があるのみとなっている。また、駅前から日田川を渡った向かいにある集落は、片籠といい、4月頃にはその名称の由来となった、片栗の花が咲く。 高山方に約400メートル進んだ国道41号上には、納費乗り合い自動車のなぎさバス停留所がある。ありがとうございます。